ルネリオ・バルブエナ・ゴンサレスは、パラグアイのサッカー選手。パラグアイ代表。ポジションは DF。セロポルテーニョ・プレジデンテ・フランコで選手となり、クラブルビオーニュ、クラブナショナルと国内クラブを渡った後、2016年に、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエーへの SC コリンチャンス、パウリスタに加入。2017年には、 プレミオ・クラッキド・ブラジレーロンとボーラジ・プラッタ双方に選ばれる活躍を見せた。2018年7月14日、ウエストハム・ユナイテッド FC と3年契約を結んだことが発表された。8月12日のリバプール FC 戦で初出場を果たすが0から4で敗れた。10月27日のレスターシティ FC 戦では先制点を挙げ、 プレミアリーグのパラグアイ人選手で2012年5月のアントリム・アルカラス以来となる得点を記録した。2021年7月9日、FC ディナモモスクワにフリー移籍で加入し、4年契約を結んだことが発表された。2015年からパラグアイ代表に招集され、同年3月31日に行われたメキシコ代表との親善試合で代表初出場となった。 ありがとうございます。